はい、皆さんこんにちは、石川でございます。今回は滋賀県の、琵琶湖に浮かぶ、沖島というところにみんなで行くことになっています。宮ヶ浜水浴場というところがあって、でそこから、多分片道2キロぐらいの場所にあるはずなんですけど、駐車場は宮ヶ浜水浴場の手前にいくつかあるらしいんですね。あ、そこが水浴場か。これが水浴場で、こっから出るんだ。こっから右から出るんですね。はい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 。ここを右に入って、で、ここは国民休暇村なんですけど、ここの奥が、みんなどこに止めたんだろう。第三駐車場、あれだ、なんかサップが立ってる、あれだ、いた、みんないた。わーい、お疲れっす。おはようございます。おはようございます。波があるんで、ね、座ったままでいいと思います。おじろうさん行くよ。はい、頑張って。よりも大きい。あの先週はあの大きいうねりだったから、そう、なんか緩やかにぐおーっとくる感じだから良かったんですよ。細かい波で来るから割とバランスを崩しやすい。だいぶうねうねしとるな。戻っていったの。え、何やってんですか、三平さん。あ、一人か。お母さん大丈夫ですか。大丈夫です。めっちゃ波あります。ちょっと確かに。一人だったらちょっと怖いな、こんだけ波ある。結構流されてますよ。ね、流される。事故が起きそうな。マロ。今だとドボンの予感が。ドボンセンサーが反応してる。やばい。だから結構航路またぎますよね、多分。だって多分あの船って鍵の中に入っていってるから。そうそう、港の右側で一旦入った方が
いやー、お疲れ様でした。なんかメッセージが書いてある。車がない。で、この人は車ないんですね。男らしい人ってどんな人だと思いますか？三平とかで。なるほどね。お題が上に書いてあるの。大切な人のためなら寝るか。ちょっと無理かもしれない。みんな無理なんだ。寝ない。定期日も来たことなんで。そうですね。行きましょうか。そうですよ。この後島の南東に位置する神社の方に向かったんですけど、風がかなり強くなってしまって、ジョニジローさんが自力でついていくことができない状態になってしまったので、残念ですが安全を優先して途中で帰ることにしました。沖島は定期船が運航しているので、今回は定期船の時間を確認して船が通らない時間に航路をまたいだんですけれど、定期船の運航を待つ都合上時間に制約がどうしても出てしまうのと、この日みたいに定期船を待ってる間に風が強くなってしまうということもあります。定期便以外の漁船なども通常通ると思いますし、琵琶湖は広いので風に煽られるとどんどん流されてしまう危険もあるので、沖島行きは、正直おすすめできるコースではないかなと思いました。ただエントリーポイントの宮ヶ浜水浴場は駐車場もトイレも整備されてて水質も悪くないので、水浴場周辺でサップやサップフィッシングを楽しむには、いい場所なんじゃないかなと思いました。今回の動画いかがでしたでしょうか。参考になったよという方はぜひ高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。